院が公表した決算検査報告書で新型コロナ関連予算の約2割が未執行だったことが明らかになりました。お金を捨てすればいいんだと国債発行して、それを日銀が引き受けるという形でやってきた。賃金を上げるというのが全体の1割以下です。そして予備費が11兆円、こんな予算案で補正予算案でいいのか。コロナ第8波が出てきているという東京都などコロナ感染者が拡大をしています。で、旅行支援などを盛り込んでいますが、本当に大丈夫かと。政策が側立ってきて、ちぐはぐで朝礼の場合を繰り返すっていう、間違ってます、大丈夫じゃないというふうに思っております。